こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。京都市新市政、刑事令をもひろ亀谷吉明です。よろしくお願いいたします。はい、亀谷さん、よろしくお願いします。亀谷さん、早速なんですけれど、ちょっと今日はですね。あの、実際、亀谷さんがどんなアドバイス、えー、もう、これはもう公平な目で、えー、それから普段、えー、こういう。内容だったら、どういうかなーっていうの、ちょっとぜひ聞いてみたかったです。内容的にはですね、よなびの、その視聴者さんから。 え、ハウスメーカーなんです。結構多いんですよ、ハウスメーカー。で、ハウスメーカーで実際リフォームすると、まあ、今回はですね、その、えー、実際にリフォーム屋さんにお願いしたのは、ハウスメーカーやっぱ高いか。で、リフォームをお願いしたら、要は、その床とか穴開けたりいろいろするんで、もう、あの、ロアリの保証が外れてしまう。だったらもう、もう一回ハウスメーカーの方にやってもらった方がいいんじゃないのっていう内容で、 ハウスメーカーになったんですって。まあ、それ以外にも結構こう、やっぱりハウスメーカーだから保証切れるから、ハウスメーカーだから、ハウスメーカーだから、なんかハウスメーカーだからっていうのが来るんですけれど、もう業界歴ずっとあの、この世界を見られてるカメラさん、プロの目でどんなアドバイスされます同じことやっぱありませんかそうなんですよ。よくありますね。だからまあ、新築をしてですね、 まあ今、正式なあのメーカーさんが出す保証書というのは基本的10年やね、行動対らも含めて、基本的にはね。で、10年以内はですね、私たちもそ,のそういう方がおっしゃっていただいても、10年間はちょっとね、いラうともうやっぱり保証が切れてしまうので、やめましょうということで、まあ、実際、白ありにしても当初10年ですので、えー、10年以降はですね、 あのもう独自に、まあ、シロアリを工事をするにしても、ですね最長10年ですの一般的には5年なんですけど、はい、メーカーさんは5年のところもたくさんありますので、でそれで買えるときに、ですね、まあ、実際、まあまあ、メーカーさんによっては、私が言ったらミサオホームのところは、10年やったらまた10年の保証というのが、シロアリの場合はあるわけですけども、まあ、実際はですね私たちがやらせてもらったらあの5年の保証書というのが、ね、出ますんで。 その時にですね、よくそこから、まあ、私たちの普通の木造でもそうなんですけど、5年後の時に、シロアリ工事をしておりますと、その時にリフォームをしましたと、それが、まあ、くたいとかいじった場合ですね、いろんなことをした場合は、すでに散布されたお薬がその、ね、効かなくなりますから、その時には再度ですね、あの連絡してもらったら、また次の、ね、保証が効くような形で、再生工をちょこっとしたりとかね。 しますと別だからあとはまあ、腐退とかいろんなのがありますので、ただそのむやみやたらにその、そのメーカーさんを知らない会社がですね、いじったりすると、ちょっとこれ問題ありますから、そのプレハブ会社とかね、住宅販売会社とか、そういうメーカーさんのことをよく 知ってる人が常にねやってる人がいれば問題はないかと思いますね例えばですけどこういうことですよえっ、ー、とじゃトイレ交換したいのにハウスメーカーにお願いしないと技術がないので亀田さん難しいんですかそれはまあないですね基本的にトイレの器具交換ですから、はい、まぁ、あ、あくまでも、はいえー、一番ねハウスメーカーさんでもなん,なんていうのは壁を取るとか壁に穴を開けるとかそういう間取り変更とかそう はかなり難しいですけどもトイレの便器を交換するだけではそんなのも全然問題ないですねあのキッチンを今あるところ交換とかキッチンを普通に壁付けを対面にするとかいうことだけでも難しいんですかすごくそれは、うん、あのねその場所でそのままの場合はいいでしょうけどただまあ普通壁付けからですねあの対面にする場合は 配管がございますので、給水管、排水管、それをどこをどのように配管するかによって、具体をガン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 その穴を開けたり、いろいろするときには、その保証が切れるということがありますので、ただ、しっかりとした会社が知ってる会社なら、そのね、抜いてはいけないところに配管は抜かないですから、問題はないと思いますね。だから,むやむやたらにこう とりあえずつけたらええやろうというような業者がやりますと、これは大きな問題になる可能性はありますけれどね。はい、お風呂を例えば、えー、1216、これをユニットバス、新しいものにする、これ、ハウスメーカーじゃないとダメですかいや、大丈夫ですね。お風呂もですね、私らはよくやるのが、1216、狭いですから、えー、次、1616にしたいというね、間仕切りをとって、ちょっと動かしてとかね、いろんなあのことをする時があるんですけど、それも、 考え持ってですねできる場合とできひん場合がありますからもうあのその時はあのいろいろ考えないかんですけど同じ大きさで同じ部品交換ならこれも問題はあの起こるいうことはないですね。つまりあの 水回りを普通に交換するんだったら、ハウスメーカーじゃないとできないということは、カさん、基本的に変な技術の,のない人はダメですけれど、一般的にリフォームでしっかりとちゃんとやられてるところだと、ハウスメーカーに頼らないといけない一択ということは全くないと思ってるんですけど、そういうことですよね、今の話、聞いてると。そうですね、でまあ、基本的にね私もねそういうところで勤めていましたから,あですから、まあ、メーカーさんとしてはですね、リフォームをです、ね、よその会社に。 取られたくないと自分のところで建てた,た建物については、ずっとメンテナンスをしていきたいという考え方を持っていますので、まあ、縛りをつけるために、まあね、40年、50年、60年保証とかいう形で,です、ね、あのしておられますので、まあ、あのその辺で確実にもメーカーがいいとをいっちゃってる方は、もうそれで、ね、されたらいいですけども、金額的にもう少しちょっと、ね、リーズナブルに考えたいなという方はですね、まあ あの考えられても問題はないと思いますね。人間の心理なんですけど、一回手にとあの入れたものを失う方がなんかすごくこう。 え、損した気分になるっていう感じってあるじゃないですか。例えばですよ。えー、うちでもそうですけど、奈良の実家から、こう、送ってくるんですよ。なんかこう、えー、必要ないの。ああ、なん送ってきてってなるんですけど、今度送ってきた、送ってきた。これを捨てるって言ったら、いや、捨てるのもったいなくないってなるんですよ。でも、欲しかったからしたら別に、最初当初はそんな欲しくないけど、一回手に入れたものとかね。逆に一回何かずーっと持ってるから、いや、なかなか。まあ、これはもう断捨離も言えることかもしれないんですけれど。そういう面で言うのが一つ。要は、一回手に入れてる。というのは、 10年って保証、残りまた3年とか5年とか、こういうふうにずっとハウスメーカーの保証がある保証で、その保証使いましたあったら。あ、使ってはないんだけど、なんか、なんかこう、一回入れたのを手放すのはせっかくの権利だし、その代わり、それを逆に言うと、ビジネスとして人間心理って、この損失回避っていうか、なんか自分自体が損することすごく嫌がるんで、得することより損の方が嫌がるから。なんかこう、なくなるのが怖い。そこにうまく保険。いやー。 うちだったらちゃんとやりますが、他はっていう風な、ある意味の恐怖のような感じになって、頭の中でハウスメーカーじゃないといけないかなと思う方が結構多いのかなっていうところは、フラットの立場からすると、もう、あの、コムテの立場じゃなく、フラットの立場からするとそう見えるんですけど、 ハウスメーカーのリフォームって、そういう意味ではなぜ高いのかというと、技術レベルが高い。いもちろん自分の家なとこ分かってるかもしれないですけど、今言った、お風呂水回り、キッチン帰るのに何のこともなく、普通に、普通に技術持ってるとかだったらできるわけで。じゃあ、あと何って言ったら、保証が、保証がって言うんですけど、保証という考え方。まあ、10年は、カメさん言われたに、通らない。なんでカメさん逆に言うと、10年以上の時は、あの、カメさん、例えば20年とかだったら、あの、普通に、えっ、ー、と、 当社で大丈夫でしょという形でこうアドバイスできる。えー、その10年の年何ですかあのメーカーさんであろうと、どこであろうとです、ね、建物というのはです、ね、まあまあ、10年ぐらいは何もしなくても、まあ、痛むことは多分ないだろうという想定なわけですね。で10年超えてきて、早かったら13年、15年でキッチンとかお風呂とか、もちろん変えられる方もおられますし、あとはです、ね、その後のメンテナンスなんですね。 メンテナンスをしっかりしておけばですね、あの問題なく変なことをしない限りは、ずっと建物はですね、使えますので、きちっと部品交換、いろんな、ねえー、点検をしていけば使えますので、それを、まあ、メーカーさんとしては、ですね、縛りをかけるということはね、もううちで建った建物ですから、もううちでないと無理ですよというふうな形をメーカーさんとしては当然。 もっとはると思いますので、まあ、そこのところどうお客様が割り切って、まあ、いいよ、もうちょっと確実にちゃんとメンテナンスしてるところがあればっていう方は、あの現実的に変えられておりますので、まあ、実際にまあ100件やって、そうやね、何件ぐらいかな、本当に2、3割ぐらいはもう絶対にもう譲らん、もうそのね、メーカーさんしかやらないっていう方もおられますけど、他はほったらかしの家やらいろんなところでされてるのが現状じゃないかなというふうに思いますね。 よくちょっと話が違うかもしれないんですけれど、あの、キッチンも同じようなことを言う話があるわけですよ。あの、10年保証っていうのが、このオプションで付ければできましてとかね、あと高いシリーズだったら、パナソニックだったから、10年保証が付いてる。よく言うんですけれど、こっちは付いてないのねとか言っ,てやったりいる、いろいろ、お金出したら出るんでねって。もう昔そんなことなかったんですけど、基本的にはカメラさん、システムキッチンですよ。システムキッチンで、えっ、ー、と、10年ぐらいで何かしらのその問題って、 出てきますあの、出てくるんだったら、山さんの場合、思うのは、もう使って、えー、一週間だから、あ、ここおかしいんじゃないのって。だから、三年ぐらいしてから、ここおかしいんじゃないのじゃなくて、だいたいそもそも、十年超えてから、なんだったら、まあそうですね、十年保証っていうことは16、十六、七年。なんだ、二十年ぐらいしてからなんか不具合あるけど、十年ぐらいキッチンも、まあないと思うんですけれど、この辺いかが考えられますか多分家の話と同じで、そうなると小さくなると想像しやすいかなと思って。 そうなんですよ、現実的に傷、まあ、むとしたらコンロ関係かなぐらいでね、まあ、こちらの食洗機が入ってた食洗機とか、そういうことは機械も電化製品的な、ね、ものは故障は、ね、可能性はありますけれども、キッチンそのものの本体がですね痛むねいむことはまず考えにくいですね。 一般的にね、はい、だから保険って何なのかなっていう,うに考えた時ですよもともと確か、えー、と保険の、えー、と一番のスタート世の中では船がこう出ていく時に船自体が向こうへちゃんと着くかどうかっていう、えー、ところが起源でそれを保険をかけたっていうところがあったはずなんですよつまりこれがもし、えー、やったら破産してしまうと。 いうことがあるんであれば、保険を変えて、ご助解的にみんなでそのリスクを分散しましょう。これは保険ですよね。で、それが、別に、例えばですけど、機器とかのやつも、お金出してね、あのー、これに保険かけておけば、10年保証つくらしいのよ、とか言って言うんですけど、カさん、これもね、あのー、いらない保険ってめちゃくちゃあって、その、仮に故障したって、メンテナンスしたって、10年ぐらいで、あまりそういったところがないんであれば、その時に故障して、故障したら、 仮にそのお金を払ったらいいんであって、そんな払わないでお金を、まあ、これもあ,のあれですよ、あの最近、保証ビジネス、保険ビジネス、めちゃめちゃ増えませんでした、この住宅設備協会危機メーカー業界、多いんですよ、まあ、実はですね、保険をかける保険会社の方がですねそんなにリスクが10年以内で潰れると、100件やって100件とも潰れるっていうのが分かったら、そんな保険料でですね賄えるわけがないわけですから。 まあ数パーセントでしょうね、まあ、あの痛む確率は、ね、ゼロではないと思いますので、数パーセントのところでないと、保険会社がですね、えー、実際にあのもう利益として出てこなくなりますから、今現状、ですね、えー、と災害が起こる、ですね <laughs> いろんなあの風水害や まあねえー、家事はほとんどもう少ないですけれども、火災保険になっている部分ですね、それ風水害が結構多いですから、いろんな状況でね、それをお使いになることがあるから、結局保険料が上がっていってるという状況がありますので、やっぱりあの結果的に保険会社がどんだけリスクをやって商売になるかならへんかというね、もちろん生命保険のせいやけど、生命保険でも寿命が延びてきておりますから、その間ずっと保険かけはるわけやから、まあ、いろんなリスクで。 の感じですのででですあくまでも100、ね、事故が起こってしまって100%あったら終わりやっていうことになりますし、まあ、実際保険会社で私がやってた体制火災会場っていうとこなんかは、えー、9.11のあれで結局それ保険をあくまでも容器払いすぎて、まあ、潰れてしまったというそういうケースがありますので保険会社も潰れたら困るんでよっぽどのことでない限りですり、ね、そういう保証はしないという考え方でしょうねもともとがね。 だからこそ細かいこといっぱい書いてますよね。あの、こういう時は払いませんとか、こういう時はなりませんとか、あの、えー、機器とかの保証。いや、最近こう、リフォーム産業フェア行っても、えっ、ー、と、これは御社のやつに保険つけませんか保険つけませんかって、すごくもう、あの、一時のパソコン関係のシステム会社がいっぱい出してるんですど今、保証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 、保険ビジネス、保険ビジネス。あー、これ活況だな、これがやっぱり。 あの、ある意味なんかこう、親切なようにも見えますからね。公務店からすると、えっ、ー、と、実際にこういうビジネスがこういうのにありますよっていう風うに見えますけど、実際には、 実際にはもう今鎌田さん言われたように、10年とか、まあほ、ほとんど出ないわけで、それに対して悩んでる人いるんですよ。もうどうしようかなと、これ、こっちを履いた方がいいかなと思う人、結構この質問いますし、あとメーカーのやつもこれ、山さんこれ、リフォームしてキッチンメーカーのあの10年保証のやつ、有料で付けといた方がいいんですかって来るんですけど、基本的には家具なんで、長番とかね、そんなの、扉が落っこちてとかね、それはないですし、そういった面で言うと全然問題ないんだろうなっていうのが、 もしなったら、なった時に、あの、払うお金がないからかけとくぐらいのものだったんですけど、払えるお金があるんだったら別にそんな、あの、わずかなものだから払うっていうような、もそもそも必要じゃないのかなと思います。で、今の形の頭だったら理解できた上で、家のところにもう一回話を戻したいんですけれど、そうなってくると、ごめんえっ、ー、と、20年後の形になります。10年の時はもう逆に言うと。だからそうすると、 それ以上の、えー、形で保証をつけないといけないからという考え方、やっぱりそこも同じような目線で、あどうなんですか、その保証は必要なんですか、基本的にはですね、まああの家というのは、メンテナンスをしっかりとしていれば、ですねずっと持ちますので、そのまあ言ったらですね、一つの保証保証保証っていうのは、 ね、メーカーさんが言わはんのはですね、まあ、一つのこう不安材料をです、ね、お客様なんか押し付けてるようなところもあるんじゃないかなというふうに思いますね実際はねだけどもあの実際ね保険の場合で僕はよく今まであったのがエコ給というのがエコ給湯がほとんど保険かけられたりするんですけどもあれもですね8年9年10年ぐらいからいたんでそれまでの期間は5年とか6年とか。 保険がつきますよというね、形で、その私たちは思ってんねんけど、保険が切れた頃に傷んでたというね、そういうケースもものすごくありますのでね、現実、その辺ただまあ、保険好きなお客さんもおられますから、もうお金の余裕がある人は、もしものことがあったらかけとこうかというね、そういうお客様は、もう多分それで行かれた方が、私たちが大丈夫ですよ、言うたって、ね、そういうふうにおっしゃりますから、まあ、その辺は。 全部が全部ではないかとは思いますけどね。一切、はい、ね。これはね、あの、マンションとか住んでたら分かると思うんですけどね。マンションって基本的に2年保証なんですよね。だから普通のメーカーの機器とかマンションとかに入れると2年間保証するんで2年目ぐらいにもう一回ジェネコンの方が入って検査とかなんかないですかってこう確認して2年が基本的な保証ですよっていう形になってます。で、今度は逆に言うとマンションどうなってるかっていうと今、亀田さんに言われたようにマンションの場合は管理会社が入って で、その何年保証とかしないじゃないですか。何やってるかというと、何年保証としなくても、家というか、建物はメンテナンスが重要なので、体もメンテナンス必要ですよね。病気にならないための運動したり、そういう意味で言うと、その目地のところのコーキングが切れてきたり、門扉のところなんか調子が悪かったりするのが、十年つけて大丈夫かなってチェックしたり、えー、外壁塗装ですよね。えー、これが十、えー、年で今回の形で叩いてみて、劣化がないかという確認をしていくということが大切であって、そういう意味で言うと。 あの、マンションのところで20年保証、30年保証しないけど快適に過ごせるかどうかは逆に言うとちゃんと10年とかの、えー、修繕計画を立てて計画的に修繕をしていれば持つし修繕をしなかったら持たないただ単なるそれだけの違いで何かこうメーカー保証という発明から保証ってやってるっていうこれ本質がどこにあるかっていうと不安材料で自分のところに囲い込んでるだけなんでそれよりもちゃんと家をメンテナンスする人とえー、それも 小さなことだけでもすごくこう。あの変わってくるのかなとこのカメラさん、ちょっとえっ、ー、と私の言いたい。この辺のところの考え方、ちょっといかがですかね。そうなんですよ。この間からもですね。まあ、実際にですね。マンションの問題で、はい、あの私も行きましてですね。あるマンションはですね。管理費が安くて修繕積立金も非常に安いですよ。言うてね。はい、それはお客さん喜んで張るお客様の中にはおられるわけですね。 だけどもうちはしっかりとですね、修繕積立金もしっかりあって、ね、高いけれどもいうことでどっちのお客さんが正しいのかなと思って正直思いました、ね、<laughs> けれども実際はですね、修繕積立金のしっかりとあ,のあるお客様のところはですね、しょっちゅうメンテナンスしていつまでもきれいやしそれによってマンションの価値も上がってるわけですけども。 充電積立金がほとんどないところはですね、できないということで、見て、こんななったまま、何にもやってもらえない、玄関ドアもほったらかし、アルミのサッシュのクレセントもいたんでも、本当は外部もやりたいんだけど、だけど違うところへ行きましたこの間ね、補助金も使って、二重窓にしてですね、あのペアガラスにして断熱化もやったんですよ、これで、やっぱね、充電積立金でできたんですよっていうふうにね。 おっしゃいますから、やはりそのお金というのは必要だなというふうには思うんですけども、よくマンション、まあね、これはあの別の話で買い求められるときに、ほとんど安い終電積立金や言あのいかはんねんけども、実はそうじゃないですよということで、逆に安いところ行ったらですね、あのまあ言うたら、えー、管理組合の貯金やね、終電積立金がもうそこをついてるというマンションもあるわけですね。こちらはもう 実際にもう何億と残ってるっていう、本当はね、そこまで皆さんご存知じ,じゃないんんけど、マンション買うときに、本当は修繕積立金がですね、どんだけぐらい残ってるかというのもあの調べて購入するっていうね、私らはもしやるお客さんやったらそうするんですけど、一般の方はそんな全然ご存知ないっていうのがありますので、その辺なんかもちょっと参考にされたら、それとメンテナンスとですね、関係ありますから、しっかりとしたら、 50年、60年経ってるマンションもたくさん、ね、京都市内にもあるんですけど、結構しっかりと管理されてて、ですねびくともしてないっていう、ね、あのこともありますし、かたやです、ね、中断金、積み立て金が安くて、ただ蓄年数は浅いんだけども、ね、あんまり手入れできてないというケースもございますので、その辺もマンションの場合はね、ね一ぺ考え張ってもいいかなと思いますね。まあ、その実際、例えば日々日々、日々日々、健康管理をして、例えばですよ、 あの、体のことを、あなたのか、体のことを考えるんですよ。例えば、体に悪いもの、こっちら安いからって食べてて、で、かたや、ちょっと高いけれど、えー、ちゃんと安全で品質のいい、バランスの取れたものを食べていて、そして、えー、普段のトレーニング、まあ、自分でやられたら一番いいけど、まあ、スポーツジムから出て、あの、えー、筋力立てて、あ足腰やってて、かたや、いやもうそんなスポーツジムなお金かかるからってずっと家にやってる。どっちが結果的に、健康寿命が長くなって、そういった面で医療っていうのも技術あるから、寝たきりになったりするような形、いやもう、 全然動かかかかななないいいっっっってててるか普段から地道に継続なんてそっちがいいかっていうとやっぱり小さなことから、やっぱりある程度そういったものにしっかりメンテナンスするっていうのは、体だったらわかるけど、家だったらそういうのがちょっと想像つかない、やっぱりもう目先のお金っていうのはなるのかなと思うんですが、そういう面で言うと、カメラさん出会ったからよく言ってたのが、いや あの、カメラさんのところって、普通からすると、他のところは、ここで終わっとく、まあ、要は簡単ですよ、でまあチラシ業者、チラシの安いところでやってるところ、もう表面でパッと書いて、パッとやってしまう。それをやってしまう。せっかく外して、これをちゃんとやっとかないといけないから、いや、なんでオタクはこれを提案しても、こっちの高くなるんじゃないのいや、これをやっとく。せっかく外した時にこれをやっとく。それから、こういった配管のところもちゃんと、今やっとかないと、後でできなくて、これから困るから、私はいつもこうやって提案させてもらってるんです。 その分、上がってますけど、でも、あの皆さん、こうだったら、いやせっかくの時だから、やっていく方が絶対いいですよで、これと、カムさん、通じるものもありますよね、今の話って、保証も全部、<laughs> 全部含めて、<っ>値段のいう面で言うと、うんすうあります、ね、これ全くそうなんですよ、もう先日もですね、キッチンを交換しましょうっていうね、例えばですね、その時期に。 もうまあ、チラシ業者、いろんな、まあね、家電用販店もそうで、量販店もそうですけれども、とりあえずキッチン交換するっていったら、キッチンそのものを交換するだけであって、まあ、給水管、給湯管、排水管、もうね、それどこまでどうなってるかということをです、ね、確認しないケースが多いわけですけれども、もちろん値段競争、値段競争で言ってますので、私たちは多分この給水管は鉄管であるし、これはあのもう錆びかかってきてるやろうから、 新しい、ねえー、缶に変えましょうとか、排水も横缶で、これはもう詰まっている可能性がありますので、変えましょうという形でですね、まあ、できるだけ取ったときには、その周りの設備交換ですね、配管のです、ね、をしたりとか、下地をですね、まあ、実際キッチンをつけるために、えー、下地代がですね、普通も産業とかそんなんで受けて、ただ吊り戸棚がついているだけのケースもございますけれども、私たちはあの、 そういういね、ご飯をきっちりコンパネを貼って下地を作ってから釣り戸棚なりの、ね、ものをセットするわけですけどそういうのはもう市内業者もたくさんございますしよ、ね、そこで、ね、値段が違いますから言われるわけは高い,はないのですけども実際釣り戸棚が下がってきたりとかいろんなケースもございますのでその目に見えないところをどういうふうな形でするかということがねもう私たち競争した時に必ずそれが起こってきてますからどっちを取られますから値段だけで取られるか。 竹崎をねきちっとされているところ、あとで、えー、漏れてきたりとかね、ねまたね下がってきたりとか、そういうのがいいのかどうかということも確認させていただいてやってるんですけど、その辺も含めて、やっぱり目利きのできる工務店にですねあの頼まなあかんの違うかなというふうに思いますね。カメラさん、でもあのなぜそういうことをあの、えー、工事としてやるように、えー、なられてるんですかいや結局は あの、どこ、どこがポイントなのかなって、今言われてるところからすると、なんとなくそ思うのは、ちゃんとそれをやることによったら、そういうことが、カムチャのこうあの、チラシとかやんないじゃないですか。結局、OB 客とか、そういう口コミになるから、それを、えー、信じてやってるのかな戦略上でやる。一応、経営者目線で言うと、やるとことやらない違いで、やらない方が売り上げ取れるから、経営的には良さそうな気するんですけど、違うんです。経営的な方ですよ。あの、単なる親切心とかじゃなくて。 なんか両親とかかはももちろんあるのかもしれないですけどだから現実的にですね、私たちは最初の頃は正直言うて、あのそういう工事を、ね、創業当時からはしなかったということなんですよ。とりあえず交換だけやと。はい、私たちは長い商売をしようという形でやってますので、実際にその後、キッチン交換したのに、本当にひどい時やとですね、もう1週間もたたんうちに、 なんか漏れてたとかいうことで水道メーターが上がってるよとかいうのは、うん、ある程度工事をすることによって振動を与えたりしてです、ねはい、弱めてるということなんですね。だけどもとりあえずもうキッチン交換ないやからつないだらいいんやと既存のやつに貸、はいね、していただいてたんですけれどもやはり工事やってる間に配管を振動で痛めてるケースをゼロではないですので。はい そうするとですね、傷んだらですね、もしが起こった人は工事して頼んだのに、尻からこんな人になるのはやり直せと。それもお客様からお金いただけないケースが多いわけだね。なんぼ言うたかってね。そんなんプロやったら分かってんやったら、もう傷むということを分かってたら、先になんで買いとかへんやっていうね。まあ、仮にコンパニオン貼らなかった釣り取ら棚が下がってきましたと。なんで釣り取戸棚下がってくんやろうっていうことで言われたときにですね。 いや下地があって、そのまま使わせてもらって、そんなもんプロやったら分かってるやろということで、お金をいただかなくて、次のもっぺん再販工事をしないかんということでね。なるほど。そうなので、正直言って、懲りたっていうことでね、はいはい、これが経営に最終的に圧迫していくわけやね、はい、アフターメンテナンスが多くなると。はい、で、リフォーム会社がなんでできては潰れていってるかっていうのは、やっぱりそういうのがアフターが多くって、お金がどん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 いって、 ね、もう経営、行かなくなって潰れていったというね、そういうケースを私たちずっと見させてもらったんで、やっぱり考えられるある、リスクのあることは先に工事をしておこうっていうのが現状かなというふうに思ってるんですあのだから、カメラさんの場合はそういった面で言うと、あのそうならないことを、結局、持ち出しが逆のことですよね、先にそういったことをしっかりやっておくると、お客さんに喜んでくれるし、そういうふうに満足だからけど、逆回転しだすと、口コミ、紹介もならない。 だ結局は何が得かという面で先に与えてる方が得なんで、そういった面でいうと、あの先に与えてるがあが、あの口コミ紹介とかそういうの増えてくるから、結果的に一般的に工務店が今、紹介とかで仕事もらってるのは大15%ぐらいなんですけど、カメラさんさっき聞いたら50、50%超えるぐらい、もう紹介なんですよね、田さんところそうですね、だからやはり、あのー、紹介、そしてリピーターですね。 もうあそこ一回頼んだら、ね、あの次頼んでもらえるというのが私は、もう私が本当に思ってたのがですね、あのねミサーホームで新築を扱ってた時に、新築という物件を一軒、ね、取ろうと思うと本当に相当の金額がかかるわけですね、チラシして展示場を建てていろいろ。それを一人のお客さんをおあの契約させてもらって、でもうその方が、 一生のうちに、まあ、一回ぐらいは建て替えなり、ね、いろんなものがある可能性はあるでしょうけど、ほとんどないわけですね、一回売ったら、まあまあ、正直言うて、売りっぱなしになってしまうという、あのほとんどねあの、お客さんはならへんわけですけど、リフォームの場合は、一回お客様になっていただいたら、まあ、まあ、フルリフォームでやられたときはちょっと時間かかりますけども、ちょびちょびされるところは、 はい、今回、はい、外壁です。はい、屋根です。台所です。風呂です。ってずっと、まあ、続くという、ね、考え方ですので、そのしっかりとした営業経費をかける分、お客様に満足をしていただいて、えー、コーディネーターを置いて、しっかりと満足していただく。そして、現場監督もしっかり置いて管理をしていく。これが一つの営業経費やというふうに思っておりますので、そうしていきますと、 ああそこに任せといたら間違いなくねあのいい仕事をしてくれはるから予定紹介なりリピーターなり増えるというまあ、そういう考え方でさせていただいてるんですけれどねいやよくわかりますい結局はまあ、今日の話ねあの最後まとめになるんですけど何が、えー、どうなのかという面で言うとやっぱりあのー。 まあ、カメラさんは全、全個対でできるわけじゃないですから。あの、そういった面で言うと、あの、もしこ、こ動画見られてる方にとって参考になるところは、ハウスメーカーじゃないといけないということじゃない、信頼できる業者さんであれば、えー、そちらの方で、長く、メンテナンスでちゃんと付き合っていくことの方がよっぽど大切で、それを、え、縛りに何かをもらうとかいうような、こう、損失回避で心配になることなく、えー、素敵な業者さんを、え、長くお付き合いできることが、えー、結果的には、 えー、大切な、えー、ポイントなのかな？あとはやっぱり価格だけで選んでしまうと、もしくはあの、えー、提案の中。中で提案してくれないってことは、知識とか経験がカメラさんそこで分かりますよね。ある。その通りですね。だからまああの私も当初のね。独立した当初は？ お客様がおっしゃったら、そのままそっくり、そのまま入っていうことでやらせてもらってたんですけども、今はお客様のね、話しされることによって、これはこうありますよ、こんなペースもありますよ、というお話をするようにして、あとあとね、あのアドバイスをきっちりさせていただいて、あの満足をね、何年経っても満足していただくようなやり方をしたいなと思ういうことで、あのやらせていただいているのが現状ですね。 はい。ということで、えー、もう数多くこの質問来ますんで、ちょっと今日は、えー、今の内容に、えー、質問の5つぐらいを回答入れておきました。多分見てるから、あ、これ私とか、あ、これ私,これ,私これ聞いたとか入ってるかもしれない。ぜひご参考に、ちょっと長くなりましたけどね。えー、カメラさんに来ていただきました。いきますせーの、必ず必ずできるできるたさんまた、えー、いろいろと、えー、遊びに来てください。ありがとうございました。